南部鉄器の食材枝付き食材食材とは、ろうそくを立てるための台である。ろうそく立て、ろうそくだい、ひだて、キャンドルスティック、キャンドルスタンドとも称される。基本的な形状については、針状の競技のろうそく立てとろうを受ける皿、細い足、台部からなり、足がないものもある。手に持って用いるものは、主食という。また、 主食として使用することもでき火が垂直に保つような構造にした食材を可動式食材という。近年では太くて背の低い置いて使用するろうそくもあり、針状のろうそくだてがないものもある。時代とともに様々なデザインで作られるようになった。本体の素材については木材、金属、陶磁器が使用される。食材の針状の素材については 金属が使用されることが多い。19世紀フランス作のジランドール特に西洋の枝付き食材のことをジランドールまたはジランドーラという。ジランドールは17世紀から18世紀にかけてアクセサリー兼用の照明器具として使われた枝付き壁付きの持ち送りの食材のことであった。19世紀になるとボヘミアングラスのプリズムを取り付けた食材を指した。 今は、ジランドールは、単に、枝付き食材のことを指す。密度を年を監修、インテリア、家具時点1990、丸ン、P170。ありがとうございます。